皆さんおはようございます。感動を生み出すいちご農家竹下博次です。で今朝はブランド力、自分磨きですね。いろんなところで講演をする機会をいただいておりますけども、そこで自分のこうミスとかできてないところとか当然気づきはするんですけど、ないものねだり、こう自分ができてないところはできる人に聞けばいいんですよね。そういう人とチームを組めばできるようになります、結果的に。ですがこうできないところをなんでできないんだろうって思うと本当苦痛でしょうがないんですよね。で私は今自分の強みをとことん伸ばして、で自分ができてないところはできる人と組むっていうことをやってます。で用いられるってやっぱそういうことかなって思うんですよね。もちろんこうできてないところを気づいたら、こう妻にも昨日の夜も言われたんですけど、その注意受けたことはやっぱり素直にごめんなさい、わかりましたって聞くんですけど、なかなかこう気づいたらやっぱすぐするようにしますが、できてないところを、あの人こういうとこできてるからいいなーって思ってこうないものになりしてると、なんかこう欲しがってるばっかりで前に進まない。でも自分の強みをとことん伸ばして、得意なところをとことんやってっていうのは気持ちがいいんですよね。ですから私はこの話す力とか、フィードバックとか、自分が今まで学んできたし得意な分野をとことん磨いて場数踏んで与える側に回る、で足りないところは持ってる方々に学んで組む、やってもらう、委託する、そういった形でやっていくとですね、かなりストレスが緩和しました。だから未来にこう希望が満ち溢れているというか、できる人と組めばいいんだ、で自分が強みを持っているところをどんどん使っていって己を磨くだけでいいんだと思うとできるんですよね。皆さん自分が得意な分野ありますよね。自分が得意な分野をとことんブランド化して磨いていけば、それを欲しがっている方が用いる、その組み合わせのチームで私は十分やっていけるなーっていうのをつくづく感じます。今そういう気持ちになってチーム組んでですね、新しい事業にも取り組んでるので楽しく進んでおります。自分がこう感動を生み出すいちご農家、そのブランドをとことん磨き、いちご農家がいちごを作るだけじゃなくて感動を生み出していく、私が感動したこと、こんなこともできるようになったんだって、それを伝えていくことによって、私もじゃあやりたい、そう思える人がどんどん仲間に増えていく、お互いの得意分野をチームとして共有し合って、お互いを使い合う、用いり合うというかですね、そういうチーム作りでストレスを少なく、己を磨いていく、この得意分野を磨き合っていくチーム、これで楽しくやっていきます。という自分の今日はブランド、己を磨く、以上です。